さスタートはね、8番が行ったので、まあ、それを5番が追っかけて、最終的には、5番の中本が前受け、そして、2番の原田と、まあ、九州2人が前で受けます。それに8番の鈴木がついて、まあね、鈴木は一応短期なんですけども、5、2、8という並びに、その後ろに1番の柳田、そして9番の石毛、そして6番の坂西といった、難関が3人、中段にいます。後方が4番の佐々木に7番の荒沢、そして3番の佐藤慎太郎と、ここで北日本が後方3人になるんですけれども、中本選手が中段を取りに行くような競争するのかなと思ったんですけど、ね、やっぱね、最終的にあの仕掛けたのを見ると、はい、やっぱり本人調子がいいので、変に粘ったりしないでっていう競争だったみたいですね。あ、なるほど。まあ、流れからするとね、はい、あれ、まあ、柳田がね結構前々行ったので、あの後ろ飛びついてもっとかなっていう感じでしたよね。けどね、はい、まあ、でもね、あれ柳田が前いたのにあっさりまくっちゃったからね、あれ後ろに原田がついてるとちょっと展開変わったんですけども、はい、やっぱね、それだけ中本の調子がいいっていうことでしょうね。なるほど、はい、覚えておかなければ。はい、ね、明日あたりも今のスピードは、ね、はい、なかなかでしたよ。お、はい、まあ、一応、まあ、自力に戻してこう徐々に復活しているという本人の手応えもあるみたいですから、はい、さあそこうなると当然、7番手にいる、ね、4番の佐々木が、この後抑えに行きます。はじめに4番7番3番と抑えに行って、はい、でまあ、それを中段にいた1番が、はい、まあね、最終的には、まあ、注文つけるんですけどね、まあね、これ先行する気があれば別にそういうふうにならないんだけども、うん、まあ、ここで4番に合わせて1番が牽制気味に行きます。でそれを見て5番も同じようにね行くんですけど、ここでねもつれてしまって柳田が多分こう先行するんだったらこれねえですけど、こう下がって、中本も下がって4番って、はい、でそこを一気に佐々木がかますと、うん、で柳田はあっさり出してますけども、まあ、これでね大体まあ1番9番という形はできたんですが、うん、この後だよね、ホーム手前から5番の中本が行くと、はい、先に、まあ、これ原田が切れて、で結局切れたので柳田としてみればそれを追いかければいいという形になるというね、うん、はい、もう車間若干空き気味の追いかけてるので、あと追いついた勢いでそのままね、抜きに行くんですけども、荒沢もちょっと牽制気味に行ったけど、まあ、最後はね柳田そして石木が来て、結果的に離れた原田が9番を追走した形で3着に来たという。ね、まあ、このレース強かったのは柳田と中本ですけどね。本当ですね、はい、ただあそこ原田選手が中本選手にちゃんとちゃんとついていくと来たらちょっと危険だったんですか。展開は変わってますね、うん、はい、まあ、であとは原田がね、柳田が来た時にその牽制できるかどうかっていうところにもありますけど、はあ、まあ、1着は1着でしょう。この中にちょっと力、柳田今のところ抜けてるの で、はい、石毛の追走がきつかったかもしれないっていう、ね、あ、なるほどね、はい